清水エスパルスサポーターの皆さん、こんにちは。二次三次 VTuber の伏見岳です。ただいま2022年 J1 全18クラブを二次三次所属の VTuber18 人が応援させていただいております。このコラボで私伏見岳は清水エスパルスの応援ライバーに就任させていただきました。でも VTuber って言われても、まあ、ピンとこない方、まあ、いらっしゃるんじゃないですか。まあ最近流行ってるくらいのね認識で見ていただけるとまあ幸いです。そして、まあ、せっかく、まあ、結構時間をいただけているとのことなので、ちょっとエスパルスを知った印象をお話しさせていただければと思います。何回かテレビで J1 自体見たことはあったんですが、実際しっかり見るのは今回が初めてで、このコラボが決まってから試合見れるサイト登録して、まあ、実際の試合見たんですが、いやもうめっちゃかっこいいんですよね。俺がその頃に心を奪われたのはカウンターで、相手から巧みな動きでボール取った後の相手のゴールまで突き進んでいくドキドキ感、もう一瞬で心を奪われました。あと4月6日の浦和レッズ戦でバウド選手のハンマーヘッドが決まった時の心臓の高ぶり、今でも覚えてます。皆さんもそうなんじゃないですか。どうなんでしょうか。で、我慢できなくなって4月10日のガンバ大阪戦、現地アイスタに見に行かせてもらったんですが、でも観客席の熱がすごくて、ツイッターでエスパルス公式さんが共に戦いましょうというフレーズを使われていらっしゃるんですが、実際の意味が来てみて分かりました。ボールが移ったり、ここぞという場面でサポーターが一丸となって応援が始まるのを見て、みんなで戦っているんだとよく分かりました。俺も一緒に手を合わせて応援しまくりました。あとアイスタの思い出たくさんあるんですが、心残りだけあって、屋台の特盛ソーセージ食べたかったんですけど、タイミング逃して買えなかったんですよね。皆さんはもう食べました？食べたっすよね。めっちゃうまそうっすもんね。俺も次来た時には特盛ソーセージと山盛りみかん氷をいただきたいと思います。さてすいません、本筋とずれてしまいましたが、今回応援ライバーに選んでいただけてものすごく嬉しかったです。名古屋グランパス戦、清水エスパルスの健闘と勝利を祈って、俺のリスナーことアクターのみんなと共に心から応援させていただきます。以上 VTuber の伏見岳でした。ゴーエスパルス。